です。で、どの部分という発言ありましたが、正直な気持ち、まあ、嬉しさとその不満、不服な部分というのはどれくらいの割合なんですかね。はい。なかなか自分の活動が世の中の方々に理解されづらいこともあって、裁判官の方が果たして認めてくださるのかが不安だったんですけれども、私のデコマンという作品についてポップアートとして認められるというふうに認識してくださったことはとても嬉しかったです。それ以外のデータに関しての判定については当然不服ですので、これからも、上告して争っていきたいなと思っております。すごく男性目線から見た猥褻の概念でしか語られない、女性器というものを概念を覆すために活動しているので、そこら辺が全く通用してな裁判官には通じなかったっていうことが非常に悔しいというか、一番まずどこあそうです、一番後ろの真ん中、すいません。